女性が占いを好きな理由は。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただいております。栃木県のゆきさんからですね。女性が占いが好きな理由は何ですか。女性は悩みがあった時にカウンセリングに行かず占いに頼っています。また自分は占いができると言うと必ず占ってほしいとお願いされます。人、特に女性はなぜ占いが好きなのでしょうか。なぜカウンセリングではなく占いで悩みを解決しようとするのでしょうか。そもそも占いを信じているんでしょうか。心理学的にはどのように考察できますか、というですね、非常にいい質問いただきました。まあ、占いっていうのは私も結構好きでですね、占い見てもらったりしているので、占いっていうのはとても重要なものだと思っております。馬鹿にできたものじゃないです。素晴らしいものなんです、占いっていうのは。あるいはなくてはいけないものだと思ってますね。なぜかというとですね、日本人って相談するという習慣がないんですね。これ人に相談するというのはアメリカ人はあります。なぜかというとアメリカっていうのは小学校中学校にスクールカウンセラーというのが常駐しておりまして、日本人的な感覚でいうと保健の先生です。ほぼほぼ保健の先生みたいな人がカウンセラーなのです。ですからそういう人がいて、もう恋の悩みとかまで聞いちゃいます。何でも聞いちゃいます。困ってること普段からもういつでも相談に来ていいよっていうウェルカムの姿勢、そこに相談に行くというカウンセラーに話すというのがアメリカなんかでは日常的に行われている。だから何か困った時にもカウンセラーの人にまず相談に行きます。日本人ではスクールカウンセラーっていうのがいてもですね、時々月1回とか来て相談のある人は出してくださいみたいなこと言われてます。そういう人にですね、いじめられてますなんて相談できるはずがないですよね。だけどアメリカの場合は普段から相談してるから、いじめられてたらそういうことあるんだよねってスッとこう言えるという、そういう相談する文化っていうのがアメリカにはあるんですよね。日本にはありません。逆に日本っていうのはあまり人に相談しないで、なんとか自分で一人で解決しようとかですね、そういうふうに相談したり自分の弱みを人にさらけ出すっていうことは何か悪いことであるかのように思う人が多いと思うんですね。これはとても残念なことです。悩みは相談するだけで気分は軽くなりますし、相談することによって解決するということも非常に多いのです。ですから皆さんできるだけ悩みを抱えた場合はですね、人に相談する、誰かに相談する、誰でもいいですから誰かに相談する、それだけで気分は軽くなります。今よりも状況は必ず良くなります。というところで、私たちが相談に行きやすい場所ということを日本で考えた場合、これ占いということになるんですね。やっぱりね、駅前に行ったら大体大きな駅行ったら占いの人が座ってますからね、お金さえ払えば話を聞いてくれるというね。で、占いというのは、占星術なんかにしてもですね、そういう占星術の占いをしてもらっているのであって、自分の悩みを相談しに行ってるわけじゃないんですよね、建前上。でも大体占い師の人に聞くと悩み相談ですってほとんど言われます。こちらから言わなくても相手がずっと喋ってる場合もあるというふうに聞きます。ということで、そういうやっぱ悩み相談の場所として占いっていうのは非常に活用されていますし、日本人にとっては必要なものなんですよね。あともう一つ、女性が占いが好き、男性はそうでもないという理由ですけども、何か悩みや心配を抱えた時に女性は人に話を聞いてもらうということによって解決します、というか解決できるんです。ですから、お友達にいろいろ悩むことを話したり、失恋の相談とか、そういうのは女性好きだと思うんですけども、よくやると思うんですね。だからもしそういうのだと友達には話せないわっていうことだと、占い師の人に話すことによってかなり気分を楽にしているということがありますよね。男性の場合は人に話すということではなくて、むしろ理論的に理屈によってですね、こうこうこうだからこうしなきゃいけないぞっていうことで、男性の場合は理論理屈によって解決してきますが、女性の場合は自分の悩みを誰かに相談するという共感によってですね、癒される効果というのが大きいので、女性の場合の方がこの占いにのめり込みやすいってことが言えるんじゃないでしょうか。ということで、占いもそうですが、占いに限らずですね、他の人に悩みを相談するってとってもいいことなんですよってことを私はちょっと言いたいのです。ぜひ皆さん悩んだらね、一人で悩んでないで誰かに相談するし、占いに行くというのもとてもいいことなんじゃないかと思います。